様こんにちは、函館ワイオム南下中長官です。いよいよ8月1日からバスチョイ函館港祭りが始まります。さてね、こういう函館市連行ですね、デコレーションしてしております。かっこいいですね。はい、あちらにこういう一車両、はい、来ました。8月1日は花火大会、そして8月2日はこの十字街のところを出発してですね、函館駅大門の方へ向かいます。そして8月3日は五稜郭本庁の方へとパレードが行われます。昔はね、1万人パレードと言われていたパレードでございます。良さそうな予報ですので、無事に行われるますことを心より祈っております。そして、このお祭りですね、浴衣を着てお出かけになるもよし、またね、後出している